はい、えー、今回ですね、まあ、出会いに関してご質問いただきました地方に住んでるんだけども、まあ、若い女性と出会いたいということだったですよねこれ今までも回答したと思うんですけども質問してくださった方ってのはおそらくね40代から50代の方だと思うんですよですんで同じ回答しますけどもマッチングアプリを使ってくださいえっ、ー、とね40代だろうが50代だろうが20代の女性があの求めてるそのマッチングアプリでね年の離れた男性との出会い求めてますからワンサと言いますんで あのプロフィールをきちんと書いて、えー、そしてね、写真も痛くない程度に自撮りをしてですね、アップはダメですよ。うん、アップはちょっとね、あんまり良くないと思います。それから真正面見てるのもダメです。この辺分かりにくかったら、またね、ご質問いただければあの、いいやつを送りますけども、マッチングアプリで全然構いませんので、それですぐに出会えます。多分ね、今日登録して、今日プロフィール書くじゃないですか。そしたら、多分連絡は何件から来ますんで、あとは、 あいつまましょうかっってて約束だけになってきますただ、どんな人と会えるかは私は保証できませんので、そして、真面目に出会いたいと思った女性に対して、自分自身がね、それに見合った男性でなければ、あ出会っただけで終わりますんで、それはもう、あの今までの人生をね、振り返るしかないと思います。ただ、出会うだけだったらいくらでもチャンスが広がっているのが、マッチングアプリです。検、ま、討、あ、になります。